中山正は、日本の女性政治家。元自由民主党衆議院議員。日本初の女性閣僚。中山太郎は、長男。中山正明は4男。中山康秀は孫。1953年4月に行われた第26回衆議院議員総選挙と、第3回参議院議員通常選挙での互いの、当選を祝う中山夫妻長崎県長崎市に、 アメリカ人の父ロドニー・エイチ・パワーズと日本人の母、イーダ・の一人娘として生まれた。地元の滑水高等女学校を卒業して、1911年にアメリカに渡り、アルバイトをしながら、米国オハイオ州のオハイオウェスリアン大学を卒業。帰国後は、滑水女子英語専門学校、長崎市立高等女学校の教師を務める。また弁護士の中山福造と結婚。 戦後の1947年、第23回衆議院議員総選挙に、旧大阪2区より立候補し当選。以後当選8回。民主党に入党し、民主党では、し原喜重郎派に所属し、後に、し原に従い民主自由党に移る。保守合同後は、大野万博、船田中派に所属した。1953年、第5次、吉田内閣で、 厚生政務次官。1960年、日本初の女性閣僚として、第一次池田内閣で厚生大臣として入閣する。在任期間は5ヶ月と短かったが、母子家庭への児童扶助手当て支給を実現した。1969年4男、正明に地盤を譲り引退。1976年10月11日死去。ありがとうございます。